追い風が続きます水面状況で、ボーダーラインは再び 5.50、 予選競争の8レースを迎えています。さあコース争いですが、今のところは目立った動きはありません。対戦メンバーは1号艇甲賀隆一、2号艇浅見正勝、3号艇鈴木健一、4号艇堂原博文、5号艇桐生純平、6号艇小川時光、以上6名です。スタート展示では一つ内奪った5番の桐生でしたが、今のところは動く気配はありません。枠なりで落ち着くかというところで、ホームステレッチ側に内枠勢がこれから移ります。1コースが1番の交互、桐生と並んで得点率は現在3位につけています。2コースが2番の浅見、ほぼ当確ランプというところ。一方勝負がけは3番の鈴木、3着 5.83、 4着 5.50 です。そして4コースの角を主張しました4番の堂原。さあ5コース動きはなく5番の桐生、この5コースをどう生かすかというところ。6コース6番の小川、1着取って 5.67、 勝負がけです。結局枠なりでスタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートを切ったのは内折り 1,2 コースの2人、1番の交互スタート後出ていきます。逃げ展開、3コースから3番鈴木、5番の桐生もまくってきますが届いていません。1番の交互逃げました。2番手3番鈴木、内を突く2番の浅見で、5番の桐生はこの後ろ、現在最後方という位置になりました。スタートは前提正常でした。2番手内側競りかけて2番の浅見、さあ3番の鈴木が内を締める。ここは振り切る3番の鈴木、2番手の次は3番の鈴木、内小回りが2番の浅見、さあその後ろは5番の桐生、刺してきまして追い上げてきました。さあ一気にここは3番で近づいてきました。3番手2番浅見のリードは2手進、追い上げてきた5番の桐生でレースは2周目です。2番手3番の鈴木のリードをやや広がりました。3番手2番の浅見を追って内をついた5番の桐生でしたが、ちょっとここはバランス崩してしまった。4番手ラスになりまして、ここは3番手2番浅見のリードは3手進、4番手ラスに4番堂原と5番の桐生、最後方に6番の小川がついそうです。2周2枠先頭で1番の交互、2番手3番の鈴木と旋回、3番手内アタックは4番堂原ですが、ここはかわす2番の浅見、2番の浅見が依然3番手リードは3手進、再び4番手上がります5番の桐生ですが、まだ3番手とは差があります。レースは最終周回に移りました。最後の1幕、さあ内側狙って5番の桐生ですが、ここでも振り切って2番の浅見、3番手最後のバックストレッチ、やや差は詰まりましたが、5番の桐生まだ3番手とは差が2手進半と開いています。1番の交互は独走になりまして、この勝利 8.17 のポイント、最終ターンマークの旋回。2番手3番鈴木、そして3番手は2番の浅見、ちょっとターン流れましたがどうやら守りきりそう。先頭は1番交互合輪、3番鈴木合輪、2番浅見合輪、5番桐生合輪、4番堂原合輪、6番小川合輪。ここまで2つの準優進出戦は対照的な展開となっています。依然として風はほとんど吹いていません。第11レースの準優進出戦を迎えました。対戦メンバーは1号艇甲賀隆一、2号艇桐生純平、3号艇池上雄二、4号艇浅見正勝、5号艇大沢博夢、6号艇金子和幸、以上の6名です。シリーズリーダーに地元エースと揃った一戦の11レース。予選2位の勝ち上がりとなりました1番の交互、ここまで安定感光る動きです。一方2番の桐生は、さあここに来ての部品交換でどこまでパワー上積みできるかどうか。2コースに2番の桐生、
前半まくり出して勝ちました3番池上が3コースから、そしてここに来て本領発揮の動きは4番の浅見が4コースの稼働位置、外枠勢にとりましてはここは3着以上が条件になっていきそう。5番の大沢5コース、前半コンマ02のスタートでした。6番の金子6コースからです。11レースの準優進出戦スタートまでは10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや覗いたスタートは3コースから3番の池上、さあ池上が出ていく、2番の桐生抵抗できない、3番池上がまくる展開、完全に1番の交互は飲み込まれましたが、さあ立て直してきた2番の桐生、トップラスに持ち込んだ、内から伸び返した2番の桐生がここで3番池上を抑えて先頭、そして真ん中待ってきた6番の金子も続く展開、スタートは前提正常でした。2番の桐生が先頭で2幕、2番手外を回って3番の池上、内小回りは6番の金子ですが、ここは3番池上がかばしています。2番手リードは2手進、3番の池上、3番手が内から追いかけるのは6番の金子、4番手以下は差が開いた展開で1番の交互最後方です。2周の1幕、先頭で2番の桐生、2番手で3番の池上、3番手6番の金子と旋回バックストレッチへと移ります。上位3艇だいぶ間隔は開いてきました。4番手らせに4番の浅見と5番の大沢、依然1番の交互は最後方追走です。2周の2幕、2番の桐生が先頭、リードは5艇進ほどに広がっています。2番手追走が3番の池上、そして3番手は6番の金子で、これから最終周回へ移ります。スタートから1幕と非常に苦しい体型でしたが、2番の桐生1周バックストレッチではあっという間に先頭を抜け出す展開でした。やはり腕が違います。2番の桐生が先頭、2番手水槽に3番の池上、そして外枠乗り切りまして6番の金子3番手、依然差が開いた4番手、接戦が続く展開です。ここも波乱の決着になりまして最終ターン幕へと移ります。3連単は2番3番6番の組み合わせ 143.6 倍のオッズとなります。先頭2番桐生合輪、3番池上合輪、6番金子合輪、4番5番の順で合輪、1番交互合輪。シリーズ2日目を迎えています。丸亀ブルーナイター発刊55周年記念大塚スポーツカップ、戦いは中盤へと移っていきます。水面上第5レース予選特賞5号レース、1号艇高吾隆一、2号艇谷克之、3号艇小月博、4号艇熊谷直樹、5号艇上田沙奈、6号艇柳沢千春、以上6名の対戦です。このレースは進入静かです。1、2、3、4、5、6、定番通りに本番レースも収まってきそう。絶好枠には1号艇高吾隆一です。疲労2走いずれも2着2本、特にコーナーの攻めは光りました。ここはシリーズ初勝利といきたい1号艇高吾の引戦。2コースには2号艇谷克之構えて、そして外3コースには3号艇小月博士となっています。スローは定番通り1、2、3、3艇が収まっていきます。引いて角1、4コースには4号艇熊谷直樹、そして5コースには5号艇上田沙奈、昨日の下関でシリーズを制しました上田流星の妹であります5号艇上田沙奈5コース。最後あと6コースには地元6号艇柳沢千春。第5レース予選特賞5号レース、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。
スタートしました。わずかに 3,4 コース、そしてインコースも優勢。1号艇交互、3コースから3号艇高月、角からは4号艇熊谷、1号艇交互に対して3号艇高月のまくり出し、さらにはシャシハンドル2号艇谷勝幸向正面先頭ですが、まくり出し捉えた3号艇高月広志、外からぴったりつくのは1号艇交互隆一、2艇審判座3番手には2号艇谷勝幸。なお第5レーススタートは正常です。一周に間、ここは内側から3号艇高月広志、握っていく1号艇交互隆一ですが、先頭3号艇高月が優勢。一定審判2番手には1号艇交互隆一、3番手には2号艇谷勝幸、上位体系は3番1番2番、レースは2周目へ入っています。先頭と2番手まだ近い状況です。3号艇高月にここも攻めていく1号艇交互隆一、向こう正面に入りまして、先頭は3号艇高月が踏ん張ります。2番手追走は1号艇交互隆一、3番手には2号艇谷勝幸、上位体系は3番1番2番、後方は4号艇6号艇5号艇、2周にマークへと移ります。先頭は散る3号艇高月広志に、ここは1点殺傷チョイス、1号艇交互隆一ですが、先頭3号艇高月がキープ。2点審判差、2番手には1号艇交互、3番手は2号艇谷、3番1番2番、最終周回に入っています。先頭は3号艇小月広志、そして2番手から追いかける1号艇交互隆一、ここも刺していきますが、3号艇小月広志、ここで差を広げました。4艇審、2番手は1号艇交互隆一、3番手は2号艇谷勝幸、上位3艇3番1番2番、4号艇6号艇5号艇と続いて最終コーナーへと移ります。先頭はまくり出していきました3号艇小月広志、2番手は1号艇交互隆一、3番手は2号艇谷勝幸、3番1番2番でゴール。先頭3番小月五輪、2着1番交互五輪、3着2番谷五輪、4番熊谷五輪、6番柳沢五輪、ラスト5番上田五輪です。第5レースの着順確定をお知らせいたします。1着3番、2着1番、3着2番、以上でございます。第5レースの払い戻し金はご覧の通りです。トレス江戸川第43回報知新聞社杯シリーズ初日の戦いは第8レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇埼玉交互隆一、2号艇埼玉伊藤裕二、3号艇徳島原田雅美、4号艇滋賀これ沢隆弘、5号艇福岡竹内極む、6号艇佐賀宮西正明、以上6選手です。陰線1号艇交互隆一、前走地の丸亀ではオール3連帯で優出3着でした。2コースが2号艇の伊藤裕二、3コース3号艇原田雅美、今日の前半戦逃げて白星発進です。4コース4号艇の是澤貴弘、船を引いていきまして角1です。今日の後半戦にはメインカードの江戸川選抜を控えています。5コース5号艇竹内極む、今日の初戦2コースからまくって快勝でした。6コースが6号艇の宮西正明と決まります。人気は1号艇交互から4号艇これ沢、2号艇伊藤へと集まっています。8レース予選競争、新入地から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。インから1号艇の交互、角から4号艇のこれ沢、人気の2人、好スタートを切っています。一周一マーク、逃げる1号艇の交互、まくり差しは4号艇のこれ沢、続いていく5号艇竹の内でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は4号艇のこれ沢、さかなく2番手1号艇の交互、3番手内側から6号艇の宮西優勢、その後ろは5番2番3番と追走。スタートは前提正常でした。一周2マークをトップで4号艇のこれ沢が旋回、2番手1号艇の交互、3番手6号艇の宮西連邦名と折り返しています。
上位の体系4番1番6番参戦しなければしています。先頭2番手2番手3番手と定間3点進ほど開いていまして、レースは2周の1マークです。トップで4号艇のコレサー旋回、2番手1号艇の交互、3番手6号艇の宮西レバックストレッチ、その後ろ水が来まして3号艇の原田、2号艇伊藤、5号艇竹野内と追走しています。上位の体系4番1番6番、レースは2周の2マークへと向かいます。トップで4号艇のコレサワが旋回、2番手1号艇の交互、3番手6号艇の宮西連邦名取り返しています。上位体系変わらず4番1番6番、体勢ばらけていまして大時計前を通過、レースは最終周回に入ります。角からまくり出しました4号艇のコレサワ高弘、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で抜け出しています。リードは4艇身5艇身ほど、単独2番手に1号艇の高校隆一、後ろ大きく水が空きまして3番手6号艇の宮西正明、4艇進後方4番手3号艇の原田、5号艇の竹之内、最後方2号艇伊藤と追走していまして最終コーナーです。トップで4号艇コレサ旋回、後半12レースに再登場、2番手1号艇交互、3番手6号艇宮西連邦名取り返しまして間もなくゴールです。先頭4番コレサは五輪、1番交互五輪、6番宮西五輪、3番の原田、5番の竹之内、2番伊藤ゴールインです。以上8レース予選競争でした。前半最後の一戦はピット離れからコース争い動きが出てきています。6レースの予選競争を迎えます。対戦メンバーは1号艇埼玉交互隆一、2号艇兵庫鈴谷一平、3号艇岡山山本浩二、4号艇山口瀬川正則、5号艇福岡原田藤夫、6号艇静岡金子はじめ、以上の6名です。4番瀬川ピット離れ遅れました。このままですと6コース回りとなるでしょうか。定段固まって各艇ホームストレッチ側へと移ります。1コースが1番の交互、前走地でフライングがありました、1本抱えてという状況の内枠の3艇、いずれも休み残しての1本持ちです。初戦4着2番の鈴谷が2コース、3コースに3番の山本、こちらは2節前にフライングがありました。そしてダッシュ勢動きありまして、選抜メンバー4コース角を奪いました5番の原田、今季 A2 昇格6番の金子5コース、4番瀬川6コースになりました。進入体系はインコースから1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。少し中へこみの体型になりました。1コースから1番の交互は好スタートを逃げ展開に持ち込んでいきます。3コースから3番山本のまくり届きません、ここは寄せつけませんでした。1番の交互が逃げます。2番テラスに固まってきました。真ん中バッター6番金子、内から2番の鈴谷、4番瀬川も上がってきています。スタートは前提正常でした。2番で混戦になりまして2マークの旋回、さあここは内から4番の瀬川が先に丸、外から攻める6番の金子、さらに内をついて5番の原田も上がってきています。ホームストレッチでは4番瀬川とアウトコース6番の金子がほぼ並んだ状況。レースは2周目に移ります。その後ろに3艇がインコースを狙ってという体勢でこれから2周の1マークです。内からやってきたのは3番の山本、これを4番
セガバが振り切る。外を回った6番カネコ、ここでは届きませんでした。ここで2番手は4番のセガバが2手進リード。内から上がってきた3番山本が今度は3番手から前を追う展開。6番のカネコ、その後ろ4番手らしに交代です。さあ伸びてきた3番山本、2番手並びかけて2周に巻く。ここは生かして誘うというのは4番のセガバ。セガの差しがここは届いてきました。内から差し切りまして4番セガ、再び2番手リードは2手進。そして3番山本の後ろ、内から5番の原田が差を詰めて2手進差。これから最終周回です。1人最後方離れて2番の鈴谷水槽、最後の1幕2番手今度は5番の原田、競りかけるも4番瀬川振り切りました。そして差し返して3番山本が3番手、ここで5番の原田は一気に5番手まで交代です。依然2番手は4番の瀬川でリードは2手進半。3番手3番山本で最終ターン幕へと移ります。1番の候補が先頭、そして2番手3番手両者最後までここは守りきる展開です。3連単の1番4番3番 75.4 倍、先頭1番交互五輪、4番瀬川五輪、3番山本五輪、5番6番の順で五輪、2番鈴谷五輪。ここまで前半戦はまくり決着が続きまして、荒れ模様の展開となっています。4日目の競争、現在もスタートライン上追い風が続く状況です。一般戦の第5レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇埼玉交互龍一、2号艇大阪新田智明、3号艇静岡原豊と、4号艇岡山山本浩二、5号艇広島本岡勝俊、6号艇東京生田はみね、以上の6名です。コースは枠番通りでここは決まっていきます。途中の大敗が響きましたが、昨日は2連敗のゴール、1コースに1番の候補、ここは人気を集めて陰線です。準優メンバーが2人、2コースに2番の新田、初日の連勝が効いています。3コースに3番の原、こちらも予選では2勝マーク、ともに12レースの準優勝戦を控えています。4コースから1準優までは届きませんでしたが、昨日は2連対4番山本、一方昨日は大敗に終わりました5番の本岡5コース、6コースに6番の生田、どこまでスタートついていけるでしょうか。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや目立ったのはスロー勢、1コースから4コースまでは差のないスタート。1周1マーク、逃げる1番の交互、内をついて2番の新田、3番の原、2番の新田ちょっとバランス崩して差しは届きませんでした。ここはすんなり逃げて1番の交互先頭、2番手の水は3人、内から4番山本上がってきまして、真ん中2番新田、外は3番原と3手固まっています。スタートは前提正常でした。2番手ここは先手を取る4番の山本、差しに構えて2番の新田、新田の差し届いて、さらにその後ろ内から3番の原も差を詰めています。2番手の水まだ決着つかず、3手固まる状況、インコースが3番の原、真ん中に2番新田、外は4番の山本、その後ろ内から6番の生田も差を詰めての1マーク、3番原が振り切る、差しは届いていません。2番新田はここで3番手になりました。その後ろは外から4番山本、内から6番の生田が差を詰めています。3番手の水が今度は3人固まってきました。内側6番の生田が並んできまして、2周の2マーク、6番の生田先に丸、2番の新田の差しがここは届いてきました。かわして2番の新田が3番手、ここで2手進のリード、これから最終周回です。先頭は逃げた1番の交互、リードは5手進ほど、2番手も3番原が大きく抜け出しています。最後の1幕3番手、ここは2番の新田が6番の生田を振り切りまして、最後のバックストレッチへと移ります。4番の山本とともに6番の新田
生田が追う展開ですが、まだこの辺りでは3、4番手2点半と差があります。それでも直線だいぶ6番の生田は差を詰めています。最終ターン幕の旋回です。3番手2番の新田、最後は3番手のポジション守りきりまして、ここは人気サイド、先頭は1番の皇后五輪、3番原五輪、2番新田五輪、6番生田五輪、4番山本五輪、5番元岡五輪。前半戦は陰の強い展開となりつつあります最終日の競争です。依然として風の影響はほとんどありません。一般戦の第5レースを迎えます。対戦メンバーは1号艇埼玉皇后龍一、2号艇岡山山本浩二、3号艇東京茅場優子、4号艇兵庫鈴谷一平、5号艇岡山堀之内清子、6号艇山口江本真嗣、以上の6名です。6艇バックストレッチ側、ゆったりとした動きの6艇です。内枠勢はここまで逃げて2勝マークしています。ともに昨日逃げて勝っています。1コースに1番の皇后、2コースに2番の山本、人気もこの内枠両者からです。3コースには3番の茅場、昨日は接戦の展開、競り勝っての3着でした。3番茅場が3コースから、前半戦スタートはコンマ05と踏み込んでいました。4番鈴田に4コース角1、外の2人が昨日の準優メンバー、5コースに5番の堀之内、6コースに6番の江本と決まります。スタートまでは10秒を切りました。第5レース、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やや覗いたスタートはダッシュ勢、4コース5コースの2人、1、2コースの2人が伸び返していく。それでも4番の鈴谷がまくっていく。しかし1番の皇后は寄せつけませんでした。逃げました1番の皇后。2番テラスイに内から2番の山本、5番の堀之内が差してきまして、一気に内から抜け出してきたのは5番の堀之内が2番手一手進リード。スタートは前提正常でした。さらに内から6番の江本も上がってきまして、2枠6番江本が内から合わせに行く。5番の堀之内が振り切る。一方2番山本は差し返しますが、現在は3番手の推移です。2番手はここで5番の堀之内が3手進リード。3番手に2番の山本、2手進差続く。内から6番の江本に3番の茅場、4番鈴田には最後方追走です。内からアタックは6番の江本ですが、外を回った2番の山本振り切るもややターン流れ気味。内からさらに差を詰めてきました6番の江本。3番手はここで並んできました。インコースに6番の江本、アウトコースに2番の山本です。2周に幕の旋回となります。後方から今度は内めがけて3番の茅場も上がってきましたが、6番の江本が振り切ります。外を回った2番の山本はここで完全に離されました。3、4番手その差4手進と一気に開いて、レースは最終周回です。先頭は逃げました1番の皇后、最後の1マークを旋回します。2番手に5番の堀之内、そして6番江本、内をつきますが2番山本届いていません。それでも差は少し詰まってきました。最後のバックテレッチでは3、4番手その差が2手進半です。6番江本、3番手内から追いかける2番の山本で、これから最終ターンマーク。2番の山本が内めがけてというところですが、6番江本が最後も振り切りました。1番5番6番では 41.4 倍です。先頭1番皇后五輪、5番堀之内五輪、6番江本五輪、2番山本五輪、3番茅場五輪、4番鈴谷五輪。
現在のところ風はほとんど収まりました。時折吹いてくる風もスタートラインに対しての追い風です。南寄りの風がわずかに吹く程度になりました。迎えたカードは予選特賞の1つ目第9レースです。対戦メンバー1号艇甲午龍一、2号艇富永雅人、3号艇蜷川哲平、4号艇井町豊、5号艇中村俊平、6号艇品田直樹、以上の6選手です。人気になりましたのは1番の甲午龍一、甲午の頭で3連単10倍切る組み合わせも2つ出ています。2コースには2番の富永雅人、人気の相手、今日の1走目は6枠から幕井座して2着争いを制しています。3コース今日は1回走、地元東京支部の3番蜷川哲平、初日に1本挙げています。3人引っ張ってきまして角内4コースが4番の井町豊、そして5コースには5番の中村俊平、1番外6コースこちらも地元東京支部6番の品田直樹、初日の2回走りは確定馬2本並べています。3連単は1番の甲午から2番の富永のところ人気が集まりました。予選特賞の1つ目第9レース、気温も12度まで現在のところ上がっています。新入院から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。1コースから5コースまでスリット揃ってきまして1マークへと向かっていきます。1番交互の陰線です。3コースから3番蜷川がつけて回っていく、内側からは2番富永の差し、バックスイッチに入ってきましてスローから起こした3選手の先頭争いは1番交互の懐から2番の富永、この差しが届いてきまして外側には3番の蜷川、なおスタートは前提正常でした。1周2マーク先頭争いですが2番の富永先に回っていきます。1番交互の差し返しホームに戻ってきて、この差しはどうでしょうか。先に回った2番の富永がわずかに前に出ました。そして2番手ですが1番交互の懐、3番の蜷川がついていこうとしています。レースは2周回目に入っております。2周回目の1マーク、トップ旋回は2番の富永、そして2番手ですが内側3番の蜷川が先に回ってきました。1番交互の差し返しが届いてバックスイッチに入ってきます。1番の交互が2番手、3番手に3番蜷川、2番1番3番の体勢です。大きく離れまして6番の品田、その後ろは5番中村と4番町で並んでおります。2周2マークに移っていきます。2番の富永がトップで2周2マークをクリアしていきます。2番手1番の交互、3番手3番蜷川と旋回していきましてホームへと戻ってきました。体勢は変わらず2番、1番、3番の体勢で大時計前を通過していきましてレースは最終周回へと入っていきます。この組み合わせも3連単では人気サイド10倍切る組み合わせになりました。2番の富永、そして1番の甲午、そして3番蜷川と最終1番クリアしました。最後のバックストレッチ入っています。2番、1番、3番の体勢で最終ターンマークに移ります。本シリーズ初勝利は江戸川通算99勝目になります。100勝にリーチをかけました2番の富永雅人、最終端末クリアしています。2番手が1番の甲午、そして3番手が3番蜷川です。213でまもなくゴールを迎えていきます。トップは2番の富永、今5レーン、2番手1番の甲午、3番手3番蜷川5レーン、その後ろ6番の品田、5番の中村、ラスト4番井町ゴールにしております。以上予選特賞の1つ目第9レースでした。川の流れが2マークから1マーク方向の上げ潮となりまして予選特選11レースに入ります。11レースの対戦メンバー1号艇甲午龍一、2号艇川井光弘、3号艇森慎太郎、4号艇富永雅人、5号艇金田大輔、6号艇鹿島俊博、以上の6選手です。陰線になっていきますのは今シリーズ初勝利目指していきます1番の甲午龍一です。そして2コースには2番の川井光弘です。ここまでオール2連帯できています2番の川井、今日は1回走り1着を取りますと優勝戦は1号艇です。
3コース3番森慎太郎勝負掛け、3着に入りますと優勝戦の椅子をつかみそうです。引っ張って角1、4コース、こちらは4着で優勝戦の椅子となります。4番富永雅人、そして5コースには5番の金田大輔が入っていきまして、一番外6コースは6番の鹿島俊博です。鹿島は今日の1走目は7レース2コースからレーンに絡んでいます。内枠両者から4番富永への人気になりました。予選特選の11レースです。枠なり3対3の進入体系でスタートまで10秒を切ります。進入はインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。ほとんど並んだスイートとなっていきました。1マークへと向かっていきます。3コースから外がわずかに好スタートで3番森が動いていく。内側2人を潰した3番の森、膨らんだところを差し込んでいくのが2番の河合、さらには4番富永がまくり出し、バックスイッチに入ってきまして差しハンドで入れてきました。2番の河合がわずかに前です。しかし差がなく3番の森も追っています。3番手左内から5番の金田、真ん中4番富永、外側に1番の交互、スタートは前提正常でした。一緒にマーク突破争いですが、2番の河合が一気に後続突き放していく。そして2番番手ですけれども、3番森の懐から2手上がっていこうとしていますが、ホームへと戻ってきましての2番手争いは外側から3番の森、その内側には4番の富永、レースは2周回目に入っております。2周1マークの2番手争い、内側から4番富永が先取りしていくところを内側5番の金田も救ったんですが、これは空振り。4番の富永が2番手争い抜け出してきました。5番金田の功績をまたく形になりました。3番の森が3番手で、前の体勢は2番4番3番です。その後ろ離れて6番鹿島、5番の金田、ラストに1番候補となって西に負けて入っていきます。2番の河合がトップで旋回です。2番手4番富永に3番手3番森と回っていきまして、ホームへと帰ってきました。体勢は2番4番3番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っています。2コース雑誌で先頭抜け出してきました2番の河合光弘が先頭、最終1マークをクリアしていきます。2番手4番富永で3番手が3番森、最終1マークから最後のバックストレッチに入っていきます。2番4番3番の体勢変わらず最終ターンマークへと移ります。このまま行きますと優勝戦1号艇ということになります。シリーズ4勝目になります。2番の河合光弘トップで最終ターンマークをクリアしていきます。4番の富永が2番手、3番手が3番の森と回っていきまして、まもなくゴールを迎えていきます。先頭は2番の河合、今ゴールイン、2番手4番富永、3番手3番森ゴールイン、その後ろ6番の鹿島、5番の金田、ラストが1番交互ゴールインしております。以上予選特選11レースでした。オートレース琵琶湖男女ダブル優勝戦第3回 e ラジオレイクサイドカップ、今日は予選3日目ポイントバトルは折り返し後半戦に入っていきます。昨日2日目はデビュー未勝利だった西岡上田123期生コンビのダブルデビュー初勝利あり、最終レースでは3連単20万円台の大番狂わせありと、いろんなことが起こった1日でした。大吉水面は第1レース琵琶湖幕開け戦、今日は奇数レースが男子レース、偶数レースが女子レースです。インコース1号艇埼玉交互龍一、人気の中心、ここまでは中間着続きです。1号艇の交互の陰線、2コース2号艇岡山井川大作、琵琶湖の水面相性は丸です、人気対抗です。3コース3号艇地元氏が沢田直也、昨日はデビュー初の陰線押し切って白星を挙げました。4角4号艇岡山米田高弘、人気は3番手あたり。5コース5号艇大阪新田智明、6コースは6号艇大阪佐々木大が、進入スタイルは3対3の枠なり、現在は向かい風コンディションです。
上空は真っ青な空が広がっております。第1レース琵琶湖幕開け戦インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。コーススタートは2コース3コース2号艇3号艇インコース1号艇もしっかり踏み込んで1号艇交互がまずは逃げる。3号艇が握っていくか内を切り込んで2号艇3号艇は幕立たしたバックステッチに入って、さあ先陣争いは2号艇1号艇2コースから差しが届いたか。2号艇の以下は1号艇交互を捉えるか。内4号艇の米田も上がってくる。4号艇2号艇1号艇3艇接近戦先陣争い1周にマーク。スタートは正常でした。4号艇2号艇が競り合って流れた。内切り込んで3号艇先頭1号艇交互留一。2番手は変わって3号艇の沢田が一気に2番手浮上。4号艇の米田が3番手が、いや3号艇4号艇沢田米田が並んだ。ここは2番手争い。レースは2周目1マーク。内から張っていて3号艇沢田が先に回って4号艇の米田は差しに構えていきましたが、バックステッチに入って3号艇沢田単独の2番手をキープ。4号艇米田は3番手。上下の3人は1番3番4番3、4番手は定間が開いて4番手以降5号艇2号艇6号艇。レースは2周目2マークの旋回。まだ2、3番手沢田米田定間は僅差。3号艇沢田しかしここは振り切っていきました。リードを広げていきます。上下の3人は1番3番4番ここでばらけつつあります。4番手争い2号艇5号艇以下はとにいった最後方6号艇の鈴木。レースは最終周回1マーク。ここは5艇が0台スタート。1周1マーク。1号艇の交互がインコースから押し切りました。2番手は3号艇沢田直也1周2マークで展開を捉えました。3番手は4号艇米田隆弘。上位の3人は1番3番4番で最終ターンマークの旋回です。先頭1号艇交互龍一。後半は7レースに再登場。シリーズの初勝利が目前です。1号艇3号艇4号艇134で間もなくゴール。先頭1番の甲子龍一が五輪。2番手は3番の沢田3番手4番の米田5番に行った2番以下はラストは6番の佐々木五輪です。以上第1レース琵琶湖幕開け戦でした。第1レースの確定をお知らせいたします。1着1番2着3番3着4番以上でございます。ファンの皆様おはようございます。ボートレース宮島第2回東京スポーツグループ杯中国関東関西3地区対抗戦が本日開幕。今節は A1 レーサー12名を含む総勢48名が頂点をかけて争う6日間決戦です。まずは初日のメインモンタドリームを中心に今日から始まる熱い戦いにご期待ください。競争水面はオープニングカード第1レースのファーストバトルです。定番通りの待機行動が進んでいます。1コースは1号艇の交互龍一です。直前の琵琶湖で誘出しています。交互人気の中心今ゆっくりとへさきを向けてきます。2コースは2号艇の吉本レオです。近況は2節前の小島で誘出。3コースは3号艇の竹越正樹。4コースもスローで4号艇長谷川巌。2艇引いて角は5号艇増田進。6コースからが6号艇日笠正弘です。枠なりの4対2。冷たい雨の降る中潮は低い状態。風はスタートラインに対しての追い風が緩やかに渡っています。第1レース進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角からトップスタートは4号艇の長谷川。1号艇も伸びていますが一種の1マーク。陰線先前1号艇にまくり出しのハンドルです。4号艇懐ついてきた2号艇でバック側に入りますが、さあここは逃げた。トップに立ったのは1号艇甲子龍一。
二艇身相手4号艇長谷川が2番手、その後ろ少し水が空いて2番3番6番そして5番が追走。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇潜り込んできた、2号艇と3号艇を包み込んでかわして回ったのは4号艇。ホーム側に帰って上位の2人交互と長谷川が抜け出しましたが、3着争いが接戦模様。2号艇吉本の内からピタッと6号艇日傘が並んで、アウトコース差がなく3号艇竹越でこれから2周の1マーク、内寄りから6号艇が先行、差してくる2号艇でバック側に抜けたところでは2艇に絞られています。3着争いはまだまだ並走、アウトコース6号艇日傘正弘、内側から2号艇の吉本レオです。これから2周の2マーク、上位の2人1番と4番はクリアしていって、3着争いは内側から2号艇吉本がコーナー先取っていく、差し返す6号艇の日傘、ホーム側に帰っても3着争い続いています。わずかに内側から6号艇日傘が一定審判リードを取ってきまして、レースはこれから最終周回。先頭は逃げた1号艇交互、2番手は4号艇長谷川、そして6号艇の日傘が2番を抑え込んで先に回っていき、バック側に抜けたところでは3番手は6号艇日傘が少しリードを取っています。上位の体験は1番4番6番です。このまま1番4番6番で決まりますと3連単のオッズは 18.7 倍。ラストターンマーク、先頭は逃げた1号艇交互龍一、2番手は4号艇長谷川岩尾、3番手はキープします6号艇の日傘、上位の体験は146。第1レース先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで3番ゴールイン。第1レースの確定は1着1番、2着4番、3着6番以上でございました。さあピット離れで入れ替わりそうなのが木村と上田、1、2、3、5、4、そして離れて6といった待機行動です。東京スポーツグループ杯中国関東関西の3地区対抗戦、最終日の攻防はこれより中盤戦に移って第5レースの一般競争です。対戦メンバーは1号艇交互龍一、2号艇浮田義弘、3号艇上村光太、4号艇木村颯、5号艇上田龍生、6号艇原田俊則、以上6選手の対戦です。さあ人気を背負っての陰線は1号艇交互龍一、序盤に逃げと差しで2勝マーク、昨日の準優勝戦は見せ場なく5着と敗れました。立て直して帰りたい、まずはここ陰線。2コースが2号艇浮田義弘、浮田もここまで陰逃げで2勝をマーク、昨日の準優はやはり見せ場がなかった5着でした。3コースに3号艇は前半3着の上村光太、角位置は5号艇です。ピット離れ良かった上田龍生、中盤以降は船券外さぬ走り、5コースに4号艇木村颯で、6コース6号艇原田俊則、3対3。第5レース進入インコースから1番2番3番5番4番6番でスタートしました。わずかにうちの3艇1号艇2号艇3号艇が好スタート、1周の1マーク先前1号艇に2号艇がさっと差していく、3号艇外行って V 字をするとき5号艇上田がついてくる、バックスレッジでありますがそれでも先前持たして1号艇交互抜け出して3艇身リード、2番手争いは5号艇3号艇上田上村外で並んで、最内から2号艇の浮田が立て直してきてスタートは正常でした。1周2マークトップ旋回が1号艇交互、2番手5号艇3号艇握り合って小回り2号艇でありますが、ホーム側で2番手に上がったのは5号艇上田龍生、3番手は3号艇上村光太で1番5番3番。レースは2周目に入っています。3艇審査の4番手に2号艇浮田が続いて2周1マーク、トップ1号艇交互、2番手5号艇上田、3番手3号艇上村が若干前詰まって膨れたところ、内をついて並んできた2号艇の浮田、さあ3番手の争いが内からじわり覗く2号艇の浮田で外でこらえて3号艇上村、その後ろは水が空いて6号艇4号艇の順、
2周の2マーク注目3番手争いは2号艇の浮田に対して握った3号艇の上村でありますが、ここは大きく流れて3番手リードを広げたのは2号艇の浮田義弘。上位体系人気の3名、1番5番2番でレースは最終周回に入っています。ここはインからしっかり踏み込んでトップスタートから押し切りました。1号艇は人気の甲賀隆一、2番手は5号艇の上田隆成、3番手は逆転2号艇浮田義弘。上位体系は1番5番2番です。1番5番2番この組み合わせは3連単6倍ちょうど、1番5番2連単 4.1 倍を示しております。ここは人気サイドの決着となった第5レース、ラストターンマークをトップで1号艇甲賀隆一、2番手5号艇の上田隆成、3番手は2号艇浮田義弘。上位体系1番5番2番第5レース、先頭1番ゴールイン、5番ゴールイン、2番3番ゴールイン、6番ラスト4番がゴールイン。第5レースの確定は1着1番、2着5番、3着2番以上でございました。